はい、ありがとうございます。先ほどまではスウェーデンどういう生活されてたのかっていうところをお話しいただいたんですけれども、ちょっとこれからは今研究されてらっしゃると思うんで、そこの研究のお話ちょっとお伺いしたいなと思ってるんですけど、はい、スウェーデンの大学院卒業された後、修士取られるじゃないですか、うん、でそのまま博士課程に行きたいっていうふうには考えてらっしゃったってことですよね。あ、そうですね、はい。でそこで海外の大学院 PhD とか博士課程取りに行く方法なのか、もしくは日本でっていうところもあると思うんですけど、うん、どういう選択で日本につながっていったんですか。向こうで留学して、うん、まあ、そのまま向こうで PhD 取れたらいいなと思って留学したんですけど、国によって違うんですけど、スウェーデンの場合の PhD は雇用っていうか仕事なので、はい、給料もらえて、うん、ティーチングも入ってきたりするんですけど、はい、就職ですよね、長い要は、うん、PhD といえども。なので、まあ、競争率が ものすごい高くて、毎年1つぐらいしか席ないところに100人とか応募するみたいな。それは僕も留学もう卒業するのいっぱいいっぱいだった人間なんで、はい、それはもう太刀打ちできないと思って、はい、でまあ、たまたま東大は休学して、はい、席は残ってたんで、うん、まあ、これ一旦帰ろうと思って、でその後イギリスとかアメリカとか大学院挑戦はしてみたんですけど、うん、PhD で留学ってなかなか難しいので、まあ、スウェーデンに限らず、まあ、でそのまま日本の修士を終えたら、まあ、そのまま日本の博士に来て、うん、はい、今に至るっていう、まあ、そういうことだったんですね、はい、確かに大学休学してスウェーデンの大学院にいらっしゃったので、そこから終わって大学卒業してからまた日本の東京大学の大学院に行かれると、はい、でそこで同じような研究されてらっしゃったんですか。そうですね、もうスウェーデンからずっと調停に関心持ってるって、うん、その研究を、ね、はい、続けてるっていう。なるほど。実際に研究内容は調停っていう形だと思うんですけど、対象地域とか、はい、今どういうことをされてらっしゃるのかというところをちょっともう少しお聞きしたいなと思って、はい、まあ、僕の関心としては調停、まあ、いろんなテーマがあるんですけど、僕が関心持ってるのは調停者の中立性とかバイアスに関するテーマに関心持ってて、どういうことかっていうと、まあ、調停者は一般的には中立、はい、どっちにも肩入れしてない方がいいっていう風に考えられがちというか、はい、そっちの方が直感的だと思うんですけど、ただ内戦とか国際政治においてはどっちか一方にバイアスがかかってる、肩入れしてる方が実は中立の調停者よりも有効なんじゃないかっていう議論があって、はい、あ、そういうことか。それに関心を持って研究をしているっていう。面白いですね。確かに中立な立場であれば公平性は保たれるかもしれないけど、うんうん、その内戦の状態を収められるかどうかはまた別の話だよっていうことなんですよね。バイアスをまあどう定義するかになるんですけど、まあ軍事援助とかしていると、はい、例えばアメリカとかイスラエルに本当に偏ってる、うん、でもパレスチナとかエジプトとかはアメリカを調停者として受け入れるかってなった時に、なんでなのかって考えたら、いや、アメリカが唯一イスラエルから関係性が強いからこそ妥協を引き出せるっていう意味で、パレスチナとかエジプト側から見たら、まあ、戦略的にアメリカ以外いないでしょみたいな、それぐらいも、まあ、完全にもう利害関心が強すぎるんで、はいはい、必ずしもバイアスっていうか、まあ、そういう利害関心がものすごい強いアクターだからって悪いわけじゃないっていうか、うまくいかないわけではないっていうような、まあ、そういう話。確かに中立な立場とか全く関係のない第三者が入ってくることで、あんまり引き出せなかったり交渉の余地がなかったりする可能性があるのも、利害関係がしっかりしてて、まあ、そこにも支援とか入ってる人たちが妥協案をバッと引き出すことができれば、それでもう片方を合意させに行くっていうことができますもんね。そうそうそう。あ、めちゃくちゃ面白いですね。ちなみにもう話聞いてて難しさがすごく分かるんですけど、調停の一番中塚さんがその調停っていう分野の難しいところって何かあるんですか。調停っていうのは、紛争が起きましたって言った時に国際社会がどうやって関与するかって言った時に、軍事的な介入とかまああったり、それから PKO みたいな国連が入っていく、まあ、それ大体紛争の終わった後とかが多いですけど、はい、まあ、紛争解決手段の一つの調停だと、まあ仲裁っていうのもあって、はい、まあ、これは法的拘束力があるので、あまり武力紛争では出てこなくて、まあ、例えば日本が抱えている領土問題時に国際司法裁判所に日本は付託してやろうよとかっていうふうに言ってるんですけど、それはまあ相手の国がいいですよって言わないと、まあ、そもそも裁判にならないですし、っていう意味でそういう司法的な解決として仲裁っていうのがあるんですけど、ただまあなかなか国際政治の舞台では起きないので、数としては調停っていうのはすごい多く起こること。ただその代わりやっぱり法的拘束力がないので、はい、調停をやるって言った時に、はい、まあ、例えば国連がやるって言って政府が OK って反政府が嫌だって言ったら起きないですし、そういうことか。反政府が調停誰か国連に入ってきてって言って、はい、国連が OK って、まあ、政府が嫌だって言ったら起きないですし、なるほど。だからこの3者が全員が OK
って言わないと、はい、そもそも始まらない。あ、でそれでしかも合意が結ばれてそれをどっちかが破ったとしても、はい、別に法的拘束力ないので、なるほど、あの罰するっていうことはないっていう意味で、調停はだからやるハードルは低いんですけど、はい、ただし効果っていうのも、うんうんうん、まあ、なかなか難しい、成果が出るとは限らない。実際やっぱり調停をして、まあ、うまくそこで合意を得て、うん、実際じゃあそれがうまくいったケースもあれば、うん、うまくいかなかったケースも実際はあるって感じなんですね。なるほど、ありがとうございます。じゃあ今後の進路ってところもちょっと聞いていきたいなと思ってて、結構国際協力の中でも紛争解決とか平和構築っていうところの分野があって、いろいろあるものの、その中の一つが調停じゃないですか。その調停を研究されてる方っていうところのキャリアプランちょっと聞きたいんですけど、この方って就職はできるんでしょうか。就職するとしたらどこになるんでしょうかっていうところをちょっと聞きたいんですけど、まあ、どうなんですかね。ちょっと僕は研究者になれたらいいかなというふうには思ってますけど、実務的な面で言ったら日本だったら外務省とかになるんですかね、はいはいはい、あとまあ国連、ハードルがだいぶ高い世界ですけど、はい、中塚さんは国連とか外務省っていうところよりも研究がいい。そうですね、僕はやっぱ平日にスキーとか行きたいんで、はい、夏休みとかも欲しいんで、はい、ちょっとやっぱ研究職の方が馬が、はい、そうなんだなっていう気はしますけど、ありがとうございます。じゃあちょっとあの今まであの研究のお話もしていただいたと思うんですけど、ちょっと最後にっていうところで3つご質問したいなと思っていて、まず1つ目なんですけど、実際スウェーデンにも行かれて海外を経験されたと思うんですけど、日本っていうのどう見えてるのか聞きたいなと思ってて、どう見えてますか。まあさっきの調停の話じゃないですけど、 JICA もそうですけど、平和構築とかね、まあそういうのは日本は実績もあるし、まあ人材も実務家の人もいるし、研究者もいっぱいいる。でも逆に調停みたいな、その紛争が今起きている紛争に対してどういうふうにアプローチするかってなった時に、調停者、ネゴシエーションが得意な人、外務省の中にいるとは思うんですけど、まあ、そういう人プラスやっぱ研究する人、まあ、僕みたいな人っていうのは、平和構築とか開発援助の分野に比べたら多分圧倒的に少ないので、そういう人たちが増えてきてくれたらなっていう、まあ個人的な思いはありますね。やっぱスウェーデンに留学したっていうのはあるんで、やっぱ北欧ってそういうふうに内戦に調停者って入っていくっていうのが実績もあって、はい、で研究も進んでてっていう風に考えた時に、はい、日本は日本でそれこそ東南アジアとか、うんうん、まあ、実績はありますけどそんな目立たないし、うんうん、そんなメジャーな役割もまだ果たしてない。でもただポテンシャルは多分日本はあるんじゃないかって僕はまあ思ってるので、うん、協力隊とかって紛争中の国に入っていくっていうのはなかなかできないっていうことなので、うんうん、そういった時にまあ終わるのを待つんじゃなくて、起きてるものに対しても何かしらのアクションができるっていうのが、うんうんうん、まあ、それの一つが調停なので、日本も多分ポテンシャルはあると、うんうん、だからまあ人材ももっと増えてくれたらいいかなっていうのが僕の、はい、思いというか。なるほど、ありがとうございます。日本っていう国は調停っていう分野においては海外に比べたら全然研究してる人も少ないし、うんうん、実務者っていうところもそんなに多くないと、うん、でもただ実績はあるんだけど、もう少しそこにクローズして人材っていうところをもう少しやってくれたら、紛争っていう観点において紛争後のアプローチだけじゃなくて、紛争中の人たちに対してのアプローチもできていくんじゃないか、だからそういうところを中塚さんも含めてやっていきたいような感じなんですかね、うんうん、そうですね、まあ、なるほど、はい、ありがとうございます。2つ目なんですけど、国際協力って中塚さんにとって何なんですかね、残念ながら世界、まあ、日本の中でも持つものと思ってざるものみたいな、まあ、沖縄とか原発とかもそうですかね、なんか一部の人たちの犠牲に成り立つ大勢の平和みたいな、そういう構造っていうのが当たり前のようにあるってなった時に、そういう構造がなんとかねなくしていけたらいいんだと思うけど、どうやるのかよくわからないそういうなんかちょっとあんま答えのないような、いやまあ難しいですよね、リプライになっちゃいますけど、公平っていう風に言ってるものの、実際広い目で見たらそこって平和に感じてる人もいれば平和に感じてない人たちもいるんでね、うん、なるほど、ありがとうございます。じゃあちょっと最後なんですけど、3つ目っていうところで、今後国際教育に携わりたい人にアドバイスするとしたら何なのかっていうところと、おすすめの本あったら教えてください。はいはいこれ完全に僕の経験もとにですけど、まあ、旅行しまくったらいいんじゃないっていうそれは日本の国をですか、それともあもうどっちも、まあ、ちょっと今コロナであれですけど、僕でも高校の時とか広島とか長崎とか、あと知覧特攻隊の記念館とか旅行しましたし、海外だったら、まあ、フィールドワークで行ったのはボスニアのセレブレニッツァとか、その後、まあ、アウシュビッツも行きましたし、オランダのアムステルダムにアンニ・フランクの隠れ家がミュージアムになってるんですけど、まあ、そこ行ったり、あとは東南アジアだとカンボジアのキリングフィールドとか、ホーチミンの方行くと戦争記念
園ミュージアムとか、うんうんうん、なんか赤ちゃんのホルマルニ漬けとかあったりするんですけど、まあ、そういうのを見聞きする、はい、であそう僕があの旅行する時やることは、うん、現地を舞台にした映画とか紛争について書かれた本を読んでからそこに行くっていうのをやる、まあ、実際行ってからはもうただの修学旅行なんで一応行く前はちょっと勉強っぽいことをして、うん、ボスニアとかでのサラエボの花とかなんかいくつかこう有名なボスニア出身の映画監督が作ったやつとか見て、うん、ガイドブックじゃなくて、うん、紛争とか援助とか興味あるのであればそういうのを見たり読んだりしてから現地行ったらもうそれはただ遊んで帰ってくるっていう、はいはい、そういう旅行をおすすめしますね。なるほど、はい、実際国際教育に携われないなと思うんだったら、うん、事前の情報は本や映画とかで見ておいて、うん、あとはいろんな国に行って、まあ、それを見てどう感じるかっていうところを見てほしいって感じですかね、うん、そうですね、はい、ありがとうございます、はい、おすすめの本とかってありますか。僕はそれこそウプサラに行くきっかけになった本を学部時代に出会った本で日本語だと紛争解決学っていう訳になってる本が出てるんです、はいはい、イギリスのブラッドフォード大学って紛争平和研究で有名な大学があるんですけど、うんうんうん、そこの著者が2人ぐらいいたかな。その本に出会って僕、まあ、調停とか交渉に関して持ってウプサラ大学行ったのでその本は、まあ、自分にとってのバイブルですね、はい、ちょっと長いんでおすすめあれですけど、まあ、その紛争をプリベンションからマネジメントであとまあリゾリューション解決と、うんうん、あとピースビルディングっていう4つぐらいこう紛争に対する対応っていうのを考えられると思うんですけど、はい、そういうのもちょっと体系的に書いてある本なのでそれはおすすめかなと。いや面白いですね。じゃあそこはちょっと概要欄には貼っておこうかなと思ってるんで、はい、ぜひ読んでみてくださいっていうのと、あとやっぱり紛争にはそういういろんな分野があるんですね。やっぱりそうですね、はい、平和構築の中にもいっぱいありますし、うんうん、その上にもまた分類分けがあるっていうのはちょっと非常に面白いなと思いました。はい、ありがとうございます、はい、じゃあ今日は日本の大学院で博士課程取られてて調停とか平和構築の研究をされている中塚さんにお越しいただきました。本日はありがとうございました。ありがとうございます。